しいな。それで家に戻って。なあ、間違いじゃなければグッドネイバーでは新入りだね。どう思う？自分に合ってると思う。ちょっと荒っぽい街だけど、ダイヤモンドシティのウォールに隠れてる臆病者に勝ってるのは確実だね。名前はルーファスだ。この辺で修理をしてる。ロボットを動かしたりスクラップを売ったり、そういうこと。いつもはここにいるか、チャーリーがサードレールで売ってる酒を飲んでるよ。部品を探してるの？興味があれば仕事もあるよ。仕事ってなんだ？サードレールでビールを飲んだことがあるかどうか知らないけど、あんなにまずいんだから、チャーリーは下水で酒を見つけてるに違いないよ。レックスフォードで修理をしてる時にこのホロテープを見つけたんだ。戦前の飲み物を入れる機械の配達通知だ。物は配達されてない。爆弾が落ちたりしたからね。あちこち聞いて回って、それが無傷のままかもしれないって思ってるんだ。ここが出番というわけさ。金は出るのか？もちろん。200キャップでどう？あとビールを少し。その飲み物を入れる機械を持ってきてくれない？何か裏があるんじゃないか？普通だよ。置いてある場所には誰もいないわけじゃない。銃で道を切り開かなきゃいけないかもしれない。で、この仕事を受ける？飲み物を入れる機械ってもしかして大きい？普通は大きい。でもこの機械は明らかに小型化されてる。だから問題はないと思う。その飲み物を入れる機械を持ってきてくれない？この辺りは一番安全な場所じゃないんだよな。危険に対する金は？確かにそうだな。300キャップ、それにビールだ。その飲み物を入れる機械を持ってきてくれない？引き受ける。やるよ。よし。で、飲み物を入れる機械はシャムロック酒場って呼ばれてる古いバーの地下にある。街を出たらアトランティック通りに突き当たるまで東に向かって。バーには大きな緑色の看板がある。うまくいったら物をここに持ってきて。俺の使い道が分かるやつがいたらさ。やった。
うん。また勝つんだ。素晴らしい。あれはなんだ？誰だ？やった。自動順序を廃止、不明のハードウェアが検出されました。補助バイオスが検出されました。操作サブルーチンをフラッシュ、地ビール醸造システム、運転可能、内部瓶詰め装置、運転可能、アウトプット調合システム、運転可能、醸造サブルーチンを検出中。グインネットペールエールのホロテープが検出されました。起動順序は完了しました。技術者承認の
サンプルを調合します。提供された検査資料をどのように説明しますか？君は何なんだ？私は改良済みロブコプロテクトロンドリンクバディです。内部地ビール醸造システムにより醸造瓶詰めビールの調合をすべて内部でかつ高速に仕上げることができます。またお客様に楽しんでいただくために各種ジョークを言うようにプログラムされています。提供された検査資料をどのように説明しますか？他の種類のビールは作れるか？レシピを含むホロテープを提供していただければどんなアルコールドリンクでも醸造可能なはずです。提供された検査資料をどのように説明しますか？もう一本ビールもらえるか？醸造サブルーチンは顧客への配送まで待機中です。提供された検査資料をどのように説明しますか？冷たくてすっきりだ。最後に冷たいビールを飲んだのはどれくらい前だか知ってるか？承知しました。どうやら今最適レベルで作動しているようです。レクスフォードホテルへの配送を開始しますか？レクスフォードホテルはどこにある？レクスフォードホテルはステート通りの旧州議事堂近くにあります。配送は現在予定から210年近く遅れています。レクスフォードホテルへの配送を開始しますか？ああ、いいよ。レクスフォードホテルへの輸送オペレーションを開始。匂うか？それが自由ってやつだ。レクスフォードホテルのフレッドアール、やつは薬物。新しい友に挨拶を。ドリンクバディ。これは一体何なの？バディと呼んで構いません。話をしていた。飲み物を入れる機械だよ。娯楽と氷のように冷たい酒を提供するために、こいつにウォッカを持たせよう。ここにいます。わかった。これはバーに置いて、この部屋の外に出して。通常運転を始めます。なあ、手伝ってくれてありがとう。バディは期待してたよりずっといいよ。これが金だよ。ハルシジェンでの仕事を受けてくれて本当にありがとう。あの化合物はちょっと手に負えないけど解明してみせるよ。ところで薬物は必要か？考えておくよ。ああ、時間をかけていいよ。どうも、こんにちは。すごい。冷たい飲み物がいりますか？それともジョークを聞きたいですか？他のレシピはどこで見つかるか知ってるか？配給業者に確認してみるといいでしょう。近所のバーやレストランにもあるかもしれません。笑いですか？それとも冷たい飲み物を？ジョークを言ってくれ。神父がバーに入って売春婦の隣に座りました。そして振り返って言いました。エラー、データ破損、オチが見つかりません。はははは、面白いやつですね。喉を潤したいですか？それとも笑いが必要ですか？ジョークを言ってくれ。ドとミのフラットとソがバーに入りました。バーテンダーが言いました。悪いな、うちはマイナーはお断りでね。
あ、は、あ、それで、ミのフラットは回転し、ドとソは黙秘権を使いました。冷たい飲み物がいりますか？ジョークを言ってくれ。サーカスの道化師をどうやって殺しますか？ジャグラーを攻撃しましょう。ビールはいかがですか？ビールをもらうよ。冷たくて爽快ですよ。